俺は気づいてなかった。もう立っちゃった。立っちゃった。まあ毎年そうですけど、まあ、また長期の、まあ、1年の始まりが、まあ、自分の中で始まったなっていうふうに思ってます。まあそこまでそのオフ挟んでますけど、まあコンディション的にはそんな、まあシーズン中よりは落ちてますけど、まあそんな落ちてないなっていうふうに、まあ、万全な状態で、まあコンディションを上げていけるかなというふうに思います。オフは、まあ、奥さんの実家で、まあ、特にこれといって何かやったわけじゃないんですけど、まあ、奥さんの実家の方にずっといましたね。まあテーマはやっぱりその自分の中では、まあ、毎年そうなんですけど、その結果を残すっていうところなので、まあ、そこに向けてそのキャンプの中で、まあ、ゲーム形式の中でも、まあ、その中でも結果っていう部分にこだわって、まあ、やっていけたらというふうに思ってます。やっぱりチームとしてはその一つでもタイトルを取るっていうところと、まあ、ACL の出場権を獲得するっていうところ で個人としてはやっぱり毎年掲げてるんですけど、5ゴール10アシストっていうのは目標にやっていけたらというふうに思います。